バランチのせいで。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。子供たちが戻ってきました。ありがとうございます。もっとしっかりしないと子供たちに笑われちゃいますよね。子供たちが戻ってきました。もっとしっかりしないと子供たちに。本当にこんなとこに現れんのか。右腕が銃の。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。この、舐めてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。おれ行っとけ。角度はいい。おら そっちは任せる。おう、任せて。けっ、期待してるぜ。私に任せて。やっ、気をつけてね。下がっていろ。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。そっちはどうだ。頑張るね。当てる出番だよ。それ見せろ。覚悟はいいな。消えうせろ。あんたたちのことは誰にも言わねえから、見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。